皆さんこんばんは、斉良平です。今ちょうど夜なんで今日はこんばんはですけども、今日のお話は、まあ強運者にある共通点という話の中でちょっと出した喜怒哀楽の話の中で、今日はちょっとこの悲しみっていうところに対してちょっとだけ焦点を当ててお話をしようと思います。ね、それが一体何かというと、まあその僕の中で思うこの喜怒哀楽っていう感情、まあ強運者の人たちは度合いを抜いて気楽っていう話をしたんですけども、実際のところ強運者になってもこの2つの感情は持ってるわけです。あります、もちろん人間なので。ただバランスなんですよね。イメージで言うと、まあ、グラフ平均的にこうやってある人たちっていうのは多分平均値の人たちで、強運者の人たちって多分これがバロメーター的にものすごく高いんですよね。そして極端にこれが少ない、これが逆になると、こういう感じになると多分運の弱い人たちっていう風になっていくのかなっていうのをちょっとグラフ化するとこういう感じなのかもしれない。つまり強運者の人にももちろん怒りや悲しみっていうものはあるんですが、この話をしていくとすごく長くなるので、今日はちょっとここに対してだけ照準を合わせていこうかと思うんですけども、実はそのこの怒りっていう感情っていうのは、まあ何にしても怒りも悲しみも発散させないと実はいけないんですよ。じゃないとこれ下がっていかないので。で、下がっていかないんだけども、怒りっていう感情って、まあ、すごく我慢強い人たちがたくさんいる中でもあるんですけども、怒りって我慢すると体の病気になります。よく体ですね。で、この悲しみっていうところを我慢すると心の病気をするなっていうのが自分の中でもあって、 あるんだろうなと。だから我慢する、我慢強い人たちっていうのはやっぱり体を壊すっていうのは怒りっていうものを我慢する、で悲しみっていうものを我慢するじゃん、心を壊してしまうっていうのが実はあって、じゃあどう発散させるかっていう、このやり方がうまいのが強運者だっていうことなんですけども、これに関しては詳しく実は今度はあの10月に講演会をやることが決まって、そこでちょっと長々と話させていただこうとは思うんですが、今日は皆さんにちょっとお伝えしようかなっていうのはこの悲しみっていうところで、発散させるためには一体どうしたらいいんでしょうかって、上手にね。で、我慢せずにって、つまり我慢っていうのはですね、分かりやすい時、悲しい時って涙が出ると思うんですよね。涙が出なくなっちゃった人たちって言ってると思う。実は僕にも経験があって、まあお店を始めてもう今年で15年目になるのかな、15年目ぐらいになっていくんですけども、まあ最初のうち僕すごくこう、まあ借金だったりとか、なんか慣れてない仕事をやっていく中でお客さんからいっぱいついてくるクレームとかっていうので、ある時何年ぐらいだろう、何年ぐらいか経った時にふと気づいたで、気づいたのか、気づいた時か、29ぐらいの時に僕友達が実はガンで亡くなって、その時にあまりにも衝撃的だったし、その子の、まあ、お葬式にも行ったんだけど、そのめちゃくちゃ悲しいのに涙が出ないっていう自分がいて、なんでだろうって、実はこう見えて実は僕すごく泣き虫だったんですよ。なんかこう泣いてるとね、そのまあ、男なのに泣いてんじゃねえよじゃないんやけど、そういう感じのことを言われることでなんかすごく辛くて、でも涙出るしっていう時で、そういう風になってたんだけど、なんかある一定の時期からって言ったら多分自分で会社を始めた時だと思うんですけど、その時ぐらいからなんか辛いことが多すぎて、悲しいことも多すぎて、ある時感情がなんかどっかでストップしちゃったというか、今考えてみたら我慢してたんでしょうね、ずっと涙が出なくなっちゃったんですよ。涙が出なくなって、あれ、なんで俺こんなに悲しいのに泣けないんだろうと思ってて、で、あの時僕ちょっと味覚障害とか心の病気みたいなやつもちょっと経験したことがあって、そういった時になんかすごく辛いんだけど涙が流せないっていう経験があったんですけど、その時にどうしてだろうって、なんで泣けないんだろうっていうのがあって、実はその壊れてた部分があったのかな、ずれてたっていうのか、そういう風にして涙が出なくなってって言った時に、まあ今まで何度もお話ししましたけども、そこが治った瞬間っていうのは今でもはっきり覚えてるけども、息子が生まれて、で息子は病気を持ってるんだよっていうことを教えられて、あがらいきれようのないなんかこの現実っていうものを受け止めて、我が息子の顔を見てわーって思った時に涙が出た時に、ああ俺ずっとこんな長いこと我慢してたんだってことに対して気づいて、で、まあ、僕その
泣くことによってこのゲージっていうのは下げることができるって、下げることでまあ心の病気になることを防ぐこともできるし、他の部分を伸ばしていくこともできるきっかけになるんですが、実はその時期に今日は実はねこの話をちょっとしたかったんですけども、この本あのまあチャリティー、一石二鳥チャリティーセミナーっていうのをあの8月9月でやらせていただいたんですけど、その中で、まあ、樺村先生っていう方が出てきたんですけども、この人が書いた本、僕実はずっと前にこの本買ってて読んでたんですけども、まあ、この先生実はその8月の時に僕のところの事務所まで来てくれたんですよ。で、まあ、いろんな話をさせていただいたんですけども、その時にもちょっとお話ししたことが、僕いろんな本読んできて、この樺村先生の子供たちの光る声っていう話、この本ですねを見た時にすごく苦手だなって思って、内容めっちゃくちゃいいです。これもう樺村先生っていう、もう先生が学校の先生やってきて乗り越えてきたいろんな苦難とか波乱万丈な人生のことを書いてあるんだけども、読んでると頭がクラクラするんですよ。なんでだろう、なんでだろうっていう感じで、で多分その時すでに僕の心っていうのは、まあ、ずれてるというか、まあ、多分悲しみっていうものを我慢することが自然になっちゃってて、つまりこの本を読んでても涙が出ないの。我慢してるから、涙を流そうとしてないからずっとグラグラしててっていう状態が続いてて、僕先生の本読んでるとすごく感動するんだけど苦手なんですよねってその時にちょっと失礼だけど言っちゃったんですよ。樺村先生その時笑ってくれてて、で後から息子のことでって言った時に、あそうかって思って、そういえばあの時なんでずっとグラグラしててそんな感じになってたのかなって思った時に、まあその次の日に樺村先生があの僕の住んでる地域のところで講演会があって、そこに僕行かせてもらったんですよ。で先生がこの本の中に書いてある内容の中の一部を抜粋していろんな話をしてくれたんですけども、その時にもうポロポロ涙出てきて、その時にやっと、あ自分やっと心がここに戻ってきたんだなって、でその後にもう一度これ読んでみたらやっぱりボロ泣きしました。ああなるほどなと、あ自分って長いこと10年近く心がずっとずれちゃってて泣けなかったんですよ。でそういった涙を取り戻すことのきっかけになったのが自分の息子のことだったし、そしてそれをまた再確認できたのがまたこの本だったってこと。なぜ今日この話かというと、お客さんの中でねいっぱいいる中でもそうだけど、我慢強い人いっぱいいます本当に。だから泣いてもいいのになってどうして我慢するんだろうって感じる人たちがたくさんいて、きっとこの人たちも泣けない自分に対して気づいてない、涙が流せてない自分に対して、でもそういう時って思いっきり泣いてくださいって、泣いてくれるとすっきりするっていうのもあるのと一緒で、私最近ずっと泣けてないなって思った時に、あえて泣くきっかけを探してもいいと思います。何か辛いことが来るまで待つんじゃなくて、こういう本一つ読んでみて、樺村先生の本を読んだ時に、あすごいこんな人生を超えてきた人がいるんだなって言った時に、こうボロボロって涙が出てきてっていう時に、その後自分の中でこのゲージがシューって下がっていくし、心がずれててバランスを崩した時に元に戻っていく自分っていうのがある。つまり涙を我慢しない、だから泣いてくださいでって。実はねたくさん今もコメントが来てる中で、ブログの方に妊娠の後にすごい辛くてって、まあ、産後うつだったりとか、マタニティブルーだったりとかっていう経験をしたりとか、ね、仕事や学校でっていう中でも、多分こういった人たちの中でもなかなか泣けない人たちがいたりとか、そういう時は思いっきり泣いてくれていいし、そして泣いてる時になんで自分泣いてんだろうって思わなくていいです。力いっぱい泣いてほしいんですよ。泣くことが悪いことじゃないので、泣いていくことで自分の悲しいっていう感情を外に出すことができるので、その時は泣いてる自分を恥じる必要はありませんよ、だから思いっきり泣いてくださいねって。もっと大変なのは泣いちゃうことを忘れちゃう人たち、涙が出るっていうことですね。だからそういう時にちょっと意識して、あこんなことでって、やっとそこで自分の心がここに戻ってくるんだっていうことのきっかけとして、まあ、本を読んだりするって中で、樺村先生の本僕も今大好きですけど、まあこの本おすすめですっていうのと、あとは今回その一石二鳥サリティセミナーっていうのをやったんですけども、まあ、見てなかった人たちもいらっしゃるとは思うんですが、その中で第三っていう人がいます。ここじゃないな、多分オカンバンドだったかな、第三って調べると出てくると思うんですけども、まあ、YouTube やってて、この中の歌で4分で泣かなきゃおかしい名曲っていう題名があるんですけども、実際この題名の題名はね、おばあさんって歌です。すいません、字汚いんですけど、バランスが。おばあさんって歌なんですけども、
まあ、鎌原先生と一緒にいる時に僕第3のこの歌を聴かせてもらった時にもこの時にも素直にボロボロ涙が出てくる自分が嬉しかったんですよ。ああちゃんと泣けるようになったと思って、泣き虫だった時の自分とは少し違くて、あんなにこうね涙流さなくて俺どうしたんだろう、おかしくなっちゃったのかなって思ってた時期に、ああって思った時にやっとそういう心のなんかこう、まあ、本当ダムというかそういったものを崩してくれたきっかけとなったのが息子のこと、そして鎌村先生の子供たちの光る声っていう本と、そしてこの先生と出会えたことと、そしてもうこの第3っていうこの方の歌聞いてみてください。もう、まあ、4分絶対泣かないとおかしいとか思わないです。ただ泣いちゃいますよねって、そらねっていうぐらい感動する歌ですね。だからもう大好きですっていうこの歌、だから第3なんだ、そういうわけじゃないかなんですけども、まあ、こういう時期にたくさん感情を溜め込んでしまっててって言ってて、我慢強い人たち、そのことに気づいてない人たちがたくさんいるなってことに対して僕自身も気づかされて、だから今日こういうことをきっかけにして、あえて自分から泣きに行ってそういった感情を外に出していいと思います。その時に出してる涙って負の感情っていうものを外に出してることなので、そういったことをちょっと意識的にやってくれると、なんで私こんなに今モヤモヤしてたんだろうとか、なんでこんなに辛い辛いって思ってたんだろうかって思うことのきっかけがこれだけで消えちゃう可能性があります。なのでそういうふうにしてバランスを取るのが上手な人たちっていうのが強運者の人たちです。なのでこういうふうにしてちょっと悲しみを発散させるっていうことのきっかけとして、皆さんが、まあ、本を読んだりとか歌を聴いたりとかっていうことで発散させることってとても重要ですよっていうことを覚えててほしいなと思ってこの話をさせていただきましたっていうことです。今日はこれぐらいかな。はい、まあそうですね、ちょっとたくさんいろんな経験をこの2ヶ月間でさせてもらって、僕もなんかこうやっと心があっち行ったりこっち行ったりしたものがここに戻ってきてって言ったのは、もちろんこういった本とか歌とかってたくさんの人たちの出会いとかって、でもこの期間僕の心をずっとずれてるけど支えてくれてた。結局心を病んだ時も本当だったら僕もだって鬱になり得たし、もっとひどい心の病気になり得たはずなんだけど、そういったことをやっぱり支えてくれてたのは僕のところにずっと来てくれてたお客さんですよってことです。何よりもですね。なので、人ってやっぱり支えられて生きてるなと思います。なので、すいません、ちょっと取り留めのない話ですけども、なんか今我慢してるって思った時に泣いてみるのもいいと思いますよっていうことをぜひ覚えておいてください。今日はそういうお話です。ありがとうございました。今日2冊目の本の紹介ですけど、毎回先生たちと戦わないといけないんですか？まあ、鴨村先生は十数年泣けんかった俺をボコボコに泣かした人やけ、ここはやっぱり一応蹴りはつけとかないけんやろ。やけ一応仮想バトルやけど今日も戦います。まあ俺構えればね、まあ鎌村先生入場してくる、まあ、そっから入ってくるんやけど、鎌村先生入ってきました。入ってあらな、あれなんか眩しい、すごい眩しい、あ全然ダメこれ、すごい眩しい、なんでこれ先生眩しい。はい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 、あもう負けです、もう負けです。子供たちの光る声どころか、もう先生、あなたが光です。ちょっと言わせれたんですけど、元気ないなって落ち込んだ時、ぜひね、このキラキラ朝礼って YouTube で検索してみてください。そうするとですね、子供たちからいっぱい元気を、鎌村先生と子供たちからいっぱい元気をもらえると思います。よろしくお願いします。以上です。